サブチャンネルでーす。おはようございまーす。今は寝起きで顔がとんでもなく膨れ上がっております。今日はあやなんの毎日メイク、すっぴんから失礼いたします。まず朝洗顔します。エクスビアンスというね、アメリカのものなんですけど、これすごくいい匂いだし好きなので使ってます。ワンタッチではお湯でやるんだけど、流すときは水でやってる。洗っていきます。顔が洗えましたら最初にセラムをつけます。オイルを先にやった方が浸透が良くなるっていうことに気づきました。最近もう顔丸い、もう無理。ちょっと待って、じゃあさっきの場所に後で移動するんで、ちょっとスキンケアだけちょっとやっちゃっていいですかね。今さっきオイルをやった位置とその化粧水が置いてある位置がバラバラなのでごめんなさい。はい、続いてこちらイプサーの化粧水です。イプサーのザ・タイム・アール・アクアというよく見るやつなんですけど、これは本当にね、私がなんか肌荒れを悩まされてた時に助かりましたね。全然肌になんか全然浸透しないなっていう感じがしてて、それがなんかこうすごい柔らかくなった感じ、やっぱイプサが私の肌にはすごい合ってる気がします。今美容液やって化粧水やったから、次がまあクリーム的な柔らかさの何かしらを今日何にしようかなみたいな感じで、毎日あんまり同じのをつけてない気がする。私今日はじゃあこれでいこう。こちらイブサンローランのトップシークレットモイスチャーエクラジェル状乳液ですね。さらっとつく乳液って感じなんですかね。こう肌のデコボコ感みたいなのがなくなる気がしますね。こんな感じでスキンケアは終了です。ここから化粧をしていきたいと思います。はい、まずはじめにこちらポール&ジョーモイスチュアライジングファンデーションプライマー、これの私は肌がめっちゃくちゃ白いので一番明るい1番を使っています。これはね、もう本当になんかもうね、マジね安定、本当にいい。今ね、目のね、二重幅がすごいくっきり出ちゃうので、二重幅に塗ると、ファンデが、ふにゃってなるから、そこのところはなるべく避けてます。あー、ミキニができてる!ここにミキニができてる!ここになんかよく余っちゃうんですよね。ここに、取りすぎちゃう。これでね、なんかね、すごいね、こう、つるりんとなります。下地が塗れたら、次は、コンシーラーを塗ります。ザ・セムの、めっちゃ白いやつ。ピンクっぽいような。なんかさ、普通それ売ってなくない?その、この色。わかんないんだけど、私見たことなくて、これを買いました。この、クマを。あと、この、ミキニも、キュンとやります。こんな感じでコンシーラーを塗り終えました。肝マジアップごめんね、本当に。で、な、私その後にクッションファンデやるんですよね。変かな、順番。で、クッションファンデはなんか、韓国コスメをめっちゃ使ってて、最近。韓国のクッションファンデーションってさ、絶対さ、なんか2個ついてくんじゃん?あれがもうありがとうって感じ。なんか私もう買いに行くのがめんどくさいタイプだから、もう一気に、2つつけてくれるというね。私が今使ってるのは、まあ、なんか前紹介したかな?汚っ。これがすごい良かったから、なんかもう一回買いに行った時に同じものを手に入れたぐらい、すごい私は良かったものです。ここにエンプラーニって書いてあって、この上のところには、レ・プレミアって書いてあって、まあそれちょっと覚えといて、もし気になった人はね。一回で半眼つけるっていう感じでやってます、いつも。無理かな。うん。で、私はこの塗りっぱなしがあんまり好きじゃないので、パウダーで抑えます。これはエレガンスというパウダーを使っています。はい。終わり。次。チーク!チークは相変わらずのこれです。これをほっぺに入れます。
てかさ、これ毎日メイクっていうよりさ、グッドレディーモーニングって感じだよね。そしたら次はなんか順番ぐちゃぐちゃなんですけど、ハイライトをします。ハイライトはね、マックの、またこれもなんか相変わらずの同じやつです。エクストラディメンションスキンフィニッシュダブルクリーム。これはすごいね、綺麗なね、キラキラって感じ。キラキラっていうか、なんかこう見えてね、このほっぺと眉毛のここのところにいつも入れています。あとここと、あと鼻、ここにちょっと入れます。あと顎かな、ちょっとこんぐらいです。あー、ミキリがまたちょんで出てきてる。はい、続いてがノーズシャドウ。ノーズシャドウ、私はここだけ使ってます。ここなんかチュージュンみたいな感じで、ここだけここにちょっと入れるだけ。こんな感じですね。はい、続きまして眉毛でございます。眉毛やだなー、広い。これいいかも。これ見、これ見てやろう。むずっ、無理無理無理。こんな感じで描きました、右側は。続いて左、もう眉毛マジむずい。元の眉毛が結構生えてるので、私はなんか隙間を埋める的な感じで描いて、最後はなんかこう下げるみたいな。細いのかな、これ。もうちょっと太くした方がいいのかな。私が視聴者だったら、もうちょっと太い方が良さそうって思うんだけど、なんかこう太くしかるのわからないんだよね。元の眉毛がなんかそんな幅広く描いてないから、ペンだけで描いたらさ、キモくない？眉毛そんなとか言った方がいいのかな。あー、わかんない。いいです。もう、これでいいです。で、これはちょっと色が変なので、色が合ってないので、これを使って塗りたいと思います。これは、XL の、アイブロウマスカラを使っています。あ、ちなみにさっき、眉毛描いてたのも XL です。髪色に合わせて、ちょっとだけ明るいものを選ぶっていうのをした方がいいらしいんですけど、全然私は髪色に合ってないです。全然眉毛とさ、髪の色合ってないじゃん、自分が。ね。はい、次、アイシャドウ。化粧って長、めんどくさいよね。ちょっと端っこの方に少しなんかこう暗い色を足すだけにしてます。この辺に塗るとね、なんかね、腫れてるみたいな目になっちゃうんですよね。腫れてるんですけど。あ、これもエクセルですね。と、ここつって。あ、涙袋いきましょう。涙袋はさっきのエクセルのについてるこのアイシャドウを塗る、これの細い方でこれを取って、はい、終わりました。続いてが目の下にキラッてしたものをつけるんですけど、このボビーブラウンのこのキラキラか、もしくはイニスフリーで、あの韓国のこれを目の下に入れるか、こっちを目の下につけるかみたいな感じで、こんな感じですごいね、綺麗なんですよ。これなんか目につけると、目の上にもつけるんですけど、すごいこのキラが綺麗なんですね。それとかこの、ここの中心ら辺にちょっとキランってするようにしています。こんな感じでいいかな。もっとキラしたいって時は、これをちょっとだけ入れるだけで、大粒のキラキラがつくのでね、私は好き。これはリサさんにおすすめしてもらったんですよね。あー、熱くなってきた。喋りながら化粧すると熱いね。ちょっと一回ダイソンで涼しくなろう。はい、OK です。私今ね、あんま目をね、こうメイクしすぎると目が怖い感じになっちゃうんで、まつげを上に上げてマスカラして終わりです。さ、歯磨き。髪の毛もセットしますか。
なんか最近自分で髪の毛染めるんだけどさ、やっぱ自分で染めるとさ、いろいろなんか不具合があって嫌だわ。不具合っていうか、なんかここはすごい染まったのにこっちは全然染まんなかったみたいな。短かったら全然いいと思うんだけど、結構ね長くなってきたので、もうやっぱ美容師に頼むことにしました。けどセルフカラーするときはこういうのを使っています。エンシェールズカラーバターっていうやつで、ビレバンに売ってたんだけど、めっちゃ染まるし超可愛い色するしてくれるから最高に好きなんですけど、オッケー、これで私の朝の準備はおしまいです。あ、待って。プップクリームを塗るの忘れてた、プップクリーム。なんげーサブちゃんだな、これはな。最近私がドハマりしているこちら、ラシャスリップです。これはね、超いい。なんかプンってなる。パンってなる。という感じで、あやなんの朝の準備、終わりです。というわけで、今日のサブチャンネルはおしまいです。見てくれてありがとうございました。それでは、またねー。